見えてるけど相手は見えてないからあえて攻撃をしない。攻撃したらバレるから一応。さあ地雷を引っかかりまくって攻撃する。わっさっ、やっぴまるです。はい、ということで今日はですねリプレイ解説をしていきたいなと思います。バトルロイヤル激動の洞窟ですね。朝のミラティブでね激動の洞窟やってたんですけども、672の棒が現在739まで上がったんですよね。結構上がったんでそちらをちょっとリプレイを見ていきたいなと思います。めちゃめちゃ1位取れた。結構ねチート級なんですよねあいつが。はい、とりあえず1位のを、まあ、全部見て、なんだっけ、時間あったらどんどん見ていく感じですね。さあ、見ていきましょう。とりあえず、9スタパがチート9。さあ、こちら、まず左からね、上がってって、これ、ブルーがいるんですけど、ここをね、追ってます。とりあえずね、でも、棒は中に入っちゃった方がいいです。中に入ると、すごい。だから中に入っちゃえば、箱がなくても結構やれるんですよ。で、大事なのは、棒がいたら、そいつとチーミングをするっていうのはすごい大事だと思います。今ね、ここシェリー見えてるから下がる、攻撃する。で、棒もお互い見えてるんですよ、俺と。ここも見えてるからチーミング。ここで棒とチーミング。さあ、ここで上と横とかね、全体的にもう俺ら、棒二人が支配するっていう形ができます。じゃあ、ここで、箱を壊して、まあ、3個3個にしますね。ちょっと長いですね。さあ、ここで、しばらく、こういう感じで、やっていきます。で、ダイナマイクとかも、多分、ずっと中攻撃するんですけど、まあ、これはね、引っかかっても、あえて攻撃をしないことで、信用を取るっていうことですね。あそこで、こいつをやってもよかったんですけども、やっぱ見える範囲が広い方が、なんつうんですかね、お互いには見えてないんですけども、なんだろうな、この中を支配する力がね2人だと大きくなるので、信用は大事ですね。取っといた方がいいです。2人でやった方がね。さあ、そこで結構やり合ってるんですけども、まあこういう形でしばらくの間はまあ威嚇です。で、上にいるの知ってたんで、あえて上にねちょっかいを出して、その地雷の方に引き寄せたりとかね、誘導がすごい大事ですね。さあ、ここダイナマイクめちゃめちゃやってるんですけども、全部見えてます。こいつ全部見えてるんですよ。ほんとチートなんですよ。ここの激動の洞窟での棒はマジでチート級。さあ、ここ、右から入り口を押してって、左にね、寄せる感じですね。で、地雷に、寄せたい。さあ、地雷に寄せたいが、このね、下の棒がやっちゃったんで、多分ワンチャン、そう、左から入ってきてほしいな。左から入ってきたんですけども、地雷が1個しかなかったんで引っかからなかった。でもね、絶対棒が強い。ここちょっと危なかったんですけど、さあ、手前に置いちゃったんですけど、もうちょい奥でもよかったかなって感じがしますね。さあ、あとは地雷で、エンドしたかったんですけど、って感じです。はい、こういう形で1位を取りました。まあ、立ち回りは、まあ、とりあえずすぐね、1個取ったりとかね、その中入っちゃって、そっからですね。さあ、次、1位3連続取りました。さっきのこの1位、で、1回9位取っちゃったんですけど、これはね、予想外のことが起きてるので、また後で時間あったりしたいと思います。とりあえず1位、3連続をね、見ていきましょう。さあ、こちら右にあるのをしてたんで、取りに行きます。とりあえず近くにこの1個あったら取って大丈夫です。すぐに中行かなくても、棒は、見えるんで中が。すぐに行かなくても大丈夫です。で、ここ、押します。ここね、押した方がいいんですよ。で、押したらいなくなんで箱を取ります。で、箱取ったら、このシリーからね、ちょっと逃げる形で。はい。で、中入っていくんですけども、ブルがいるの見えますね。ここでもう見えるんですよ、ブルが。だから、一旦、ブルを、ね、寄せつけたい。寄せるかどうか、ちょっとあそこの場所から動き出しさせたくて、まあ、とりあえず攻撃をいっぱいします。で、上行ったんで中入ります。さあ、ここで、もうブルと自分しかね、中にいなそうなんで、
とりあえずブルを打ちまくって、ドッカーします。で入り口に、地雷を置きます。で下にダイナマイクいるんですぐ壊さなきゃやばいっていう感じですね。でここブルがねちょっと危なかったんですけどもギリギリ、取れて、押し出すことができました。でリコがね5段ですけどここね結構やばいなと思ったのが、下からもシェリー来てたんで、はい、やばいなと思ったんですけど左上のね岩が空いてるんですよ。これすごいラッキーで、すごい攻撃がしやすい。で、とりあえずまたね、ブルとかなんかしらでね、ウルトを貯めるか、で、例えばなんですけども、今ね、すごい近かったじゃないですか。あそこ見えてるんですよ、俺は。見えてるけど、相手は見えてないから、あえて攻撃をしない。攻撃したらバレるから、一応。さあ、地雷を引っかかりまくって、攻撃する。で、これ取り行ったら、やられてたんで、リコに行かなかったです。これ結構ね、余計がね、結構やばかったですね、正直。ダイナマイクも中打ってくるし、リコもめっちゃ打ってくるし、で、ここめっちゃ近づいて、近距離でコルト。同じぐらいの、エリクサーっていうか、同じぐらいのパワーキューブか、それ以下の、やつだと、近距離でボーは倒せます。さあ、あとは、まあ、右でやり合ってもらって、って感じですね。ここで、どう行こうかなと思ったんですけど、地雷が置いてあるんで、そこに寄せたかったんですよ。で、一回当たって、GG って感じですね。はい。地雷に、いかに誘導させるかが重要です。こっちに攻撃したら、下回るんだろうな、とか、そういう考えがすごい大事。さあ、次見ていきましょう。二回目のやつですね。こちら。これはね、ティックがめちゃめちゃ多かったね。ティックバリバリ多くて、すごい大変でした。さあ、また右にあるかと思って確認しに行って、2個あったんですけど、これ壊し方見せたね。1個1個壊しちゃった、俺。真ん中壊してれば、範囲攻撃でなんか、2個一気に壊せるらしくて、それをね、知ってたんですけど、やんなかったです。で、ここティック来たんです。で、ちょっとやばいなと思いました。逃げる場所がさ、左上だから、どうしても詰めなきゃいけなかったんですよね。まあでもここはね、エリクサーっていうかそのパワーキューブの差もあり、逃げれるという形で。で、これはティックとやり合っても無駄だなと思って、中に行ったと思います、確か。すぐにね、中に行った方がね、結構いいと思います。中がさ、まあ棒いるんですけど、シェリーが多かったね。さあ、これ、はい、チーミングしました。棒と、ここはまたチーミングをして、って感じですね。で、この2個のを取る前に、シェリーをどかします。まずシェリーがいると来ちゃうんですよね。取り切れるとき売ると思ってるんで、しかも売ると思ってるのも分かってるんで、ちょっとやばいなと思いました。これ結構やばいねと思った。これ死ぬんじゃない、右上のやつ。大丈夫か、これちょっと諦めたね、取り行くの。そのおかげでシェリーがやり合ってくれる。でティックがすごいんだよ、これ。タテヤンだしね。タテヤンっていうのは自分のね、リスナーさんがいるんですけども、タテヤンがね、いたっていう。タテヤンもティック同士でね、チーミングしてたんで、めっちゃ面白かったですね。さあ、あそこに地雷があるんで、あそこはね、多分それは、多分自分知らないと思うんですけども、はい。さあ、ここ黒を攻撃してね、なるべく倒せるやつから倒せばいいですね。で、ここ上いるの分かってるんで、あえてちょっかい出します。で、中に入れさせて、で、右から攻撃することによって、左に寄せて、地雷でね、バコーンってやりたかったんですけども、ここ行ったんで、行きました。はい。で、ここは6と3なんで、左のキューブ取り行ってもよかったんですけど、取り行ってる間に、やっぱそのガスのね、攻撃が食らうと思ったんで、行かなかったです。さあ、あとはここね、エイム勝負ですね。お互い、てか、俺、全然当たらなかったね。読み外しまくった、これ。なんでこれ近距離で、右から行って、地雷にはめたかったっす。で、地雷にはめて、攻撃っていう形で。今のも下にあったんで、上から回って、下に時計回りさせるようにね、やる形でやると、地雷に、なんていうの、引き寄せることができるので、ああいう形で終わることができました。さあ、次ですね、こちら。この位置です。さあ、見ていきましょう。さあ、こちらも同様で、中に行きたいと思うんです。まず真ん中ね、シェリーが来たんで、ちょっとね、寄せたくなかったなと思ったんですけども、ダイナマイクも来て、これ取れねえなって感じでしたね。でもダイナマイクが、シェリーを攻撃してくれたんで、1個取れました。
さあ、あとはね、ダイナマイクは多分中攻撃してくると思ったんで、まあ、シリいるの分かったんで、ここ撃ちます。この壁を使いながらね、攻撃して、どんどん攻撃して、地雷を貯めていく感じですね。さあ、ここビビがいたんで、ちょっと足早いから心配だったんですけども、そこまででしたね。結構でもビビ危なかったね。さあ、入り口に置いて、追って攻撃するんですけども、まあ、あと一回当てればというところで残って逃げてしまいます。で、そこの間に、シリーがいるのを分かってたんで、上の方、これね、箱取るときに、近距離に、いて、やるよりかは、真ん中の方から遠目で撃つ方が、後ろの方をね、見えるんで、自分が攻撃されづらいっていうことですね。箱を狙いに来る敵はね、絶対いなくなるんですよ。箱攻撃してると。そういう時に、後ろからの奇襲が怖いんで、ちょっと離れて箱を攻撃したっていう形ですね。その方が、後ろも見えるんでね。で、地雷溜まったんで、どっかに置く、どこ置くんかな、これ。これね、棒がいなかったんで、ちょっと危なかったんですけども、あえて近づいて、ダイナマイカーね、近距離でやりました。これ結構大事。ダイナマイカーね、覚えると避けれるんで、はい、頑張ってみてください。さあ、地雷をね、真ん中の方に置いて、まあ、上にシェリーがいたの分かったんでね。で、あとビビが怖いので、真ん中一応。で、これ結構痛かったねー、これ。超痛い。これどうやって勝ったっけな、俺。あ、そうだそうだ、これやれるなと思ってやったんだ。で、これ残りダイナマイクなんで、詰めて終わりっていう形ですね。はい。GG ですね。さあ、ラストかな、もう時間的にはラストだと思うので、どうしようかな。もう1位は全部見たんで、まあ2位かな。2位の見ますか。3位のやつはね、大体なんだっけ。リロード足んなくなる系ね。2位のやつ見ますか。道路がちょっと高くなったあたりがいいかな。じゃあラストはこちら見て終わりましょう。さあ、動きは全部一緒で、結局は中に行った方がね、棒は強いですね。はい。チートですね、ほんと中見えるのって。えぐい。さあ、こちらね、ちょっとリコが怖かったんですけども、すぐ中行って、壊したかったんですけど、棒がね、3体いたんですよ。4体か。4体いて、チーミング、あそこ、左上でチーミングします。で、自分もこの上とチーミングしたいと思ったんですけど、こいつめちゃくちゃ撃ってくるんで、俺こいつ省きました。はい。もうね、撃たれたら、一旦避けて、省いた方がいいですね。だから、ローエルだったんですけど、狙います。で、棒いなくなったなと思ったんですけども、もう一体ね、いて、こいつとはチーミングしたと思います、確か。なろうぜ、つって。チーミングしよう、つって感じですね。はい。棒3体以上。4体とかだとね、ちょっとね、多いんですよ、ここ。で、ここは信用を取るためにパワーキューブを1個上げるって形で3-3にしてあげる。これによってね、棒との信頼関係が生まれます。さあ、ここで、バーリーが8だったんですけども、結構ね、あいつも追い込まれてる感じだったんで、あそこは放置でよかったですね。右でやり合わせる感じで。把握しつつ、まあ、中制圧してるんで、結局は。敵をね、なんつうんだろうな、敵を、やり合わせるように、置いてあげる形ですね。地雷とか置いてね、こっち来させないようにとか、制限させることで、敵同士でやり合わせるっていう動きはすごい、棒は大事だと思います。さあ、こちらね、一旦押してあげる。これもね、リコを押してあげて、バーリーを狙いに行かせて、バーリーも、リコもバーリーにやられるようにね、押してあげる形でしたね。で、残り3人でね、シェリーが1だったんで、これやります。で、これ8と4だったんで、さすがに勝てないなーって思って、2位ということですね。さあ、こんな感じですね。いや、中見えるだけでかなりチートだと僕は思います。さあ、皆様、旧スタバ、新スタバばっか使ってる方もいると思うんですけども、旧スタバを使ってね、結構このね、マップかなりいい感じなんでね、ぜひともやってみてください。ということで、今回こんな感じで終わっていきたいと思います。結構ね、ソロバトルロイヤルもね、練習してるんで、いい感じでね、トロも上げておりますので、バトルの動画もね、出していきたいと思うので、ぜひともよろしくお願いします。ということで、終わっていきましょう。皆様、それで、バイ。